固定で装飾されたキナサフランシュ製造本舗土蔵。登録有形文化財。大黒様の固定固定とは、日本で発展した漆喰を用いて作られる、レリーフのことである。左官職人が固定で仕上げていくことから、名がついた。題材は服を招く物語、花鳥風月が中心であり、着色された漆喰を用いて、極彩色で表現される。 これは財を成した豪商や網元が、母屋や土蔵を改築する際、富の象徴として、外壁の装飾に盛んに用いられたからである。固定は、盛んが壁を塗るコテで絵を描いたもので、漆喰装飾の一技法。古くは、高松塚古墳、法隆寺の近道の壁画にあり、歴史は古い。また、天平年間の立体素にも見られる。具体的には、小さなコテを焼いて、 それによって紙、または板を焦がして描く。焼き絵、鉄筆ともいう。木で芯柱を作り、その外側に、高度や百度にすさのりを混ぜた材料で作るのが、固定の源流。漆喰は、貝殻と木炭を重ねて焼いた灰で作る。顔料として土合いは、焼いた貝殻を粉末にし、黒は、松や牢などのすす。 また、墨を砕いたものであったりと、色々工夫が見られた。当時顔料の色数は次の六色のみだった。この節の出展、紀元前2世紀、空間を壁などで仕切るようになると、壁を塗ることが、免許制となり始まった。さらに、戦国時代の築城ブームで、草案茶室などを固定で飾った。武家社会となり、 武士が築城するようになると、免許制が改正され家の中にも壁を作るようになる。漆喰は江戸時代に出荷対策として幕府が奨励した。塗り込め作りの建物が庶民に評価された。土の中に藁を入れるのは、円の巣を見て強度を保つため藁を入れるようになったとも言われているが定かではない。レンガのところの飾りとして水にちなむものを小手細工でつけると、 火事を避ける呪いになるという言い伝えが、昭和初期の左官職人にまであったらしい。江戸時代中期から徐々に左官になり、静岡県松崎町出身の名工、入江長八が、固定として芸術の域にまで昇華させたが、戦後、在来広報の衰退とともに、腕利きの左官職人が減少。一時は、幻の技工となったが、近年、 建築の分野で再評価が進んでいる。長八の故郷の松崎町では1984年に伊豆の長八美術館が開館し、松崎町では毎年全国漆喰固定コンクールが開催されている。全国で約3000箇所、そのうち大分県だけで約1000箇所、アジムでは約100箇所に点在する。を見学することができるのは大分県で、 約600箇所、アジムで約60箇所である。あとは崩落したり、傷んでしまったりしている。アジム近辺に固定が集中して作られたのは、長野鉄道、山上茂太郎、佐藤元太郎などの腕の良い,い左官職人を排出したことが第一の要因である。中でも、長野鉄道は14人の弟子を抱え、アジム町流王に墓も残っている。 その墓に十四人の弟子の名も刻まれている。大分の固定の先駆者は、何と言っても、肘町の青柳小石であろう。伊豆の長八の下で、固定を習得式教すると、青柳小石市,市に、大分各地の左官統領が指示、その中に、長野鉄道もいたのではと思われる。次に、漆喰が手に入りやすいことが挙げられる。隣町の宇佐市長洲の海は、 遠浅になっていることで貝を多く収穫でき、貝殻を木炭と交互に重ねて焼いた灰から漆喰を製造した。そして、アジムは、北薬草と中津、別府を結ぶ交通のようとなっていたことから、拡張村との経済交流が盛んで、比較的生活が裕福な家庭が多かったことにある。アジム固定の特徴。 他県の固定が成功で緻密な仕事をしているのに対し、アジムの固定は、仕事の緻密さよりもユーモラスな雰囲気を持った、オーらかさにウエイトを置いている。匠の技と称賛できるものは、数少ないが、独自な発想性に富み、左官職人の心意気を感じさせるものが多い。これは、アジム固有の風土性や文化を反映していることに沿とならない。ありがとうございます。